JR セントラルタワーズ、JR セントラルタワーズ、JR セントラルタワーズ、A 賞、JR セントラルタワーズは、愛知県名古屋市中村区の JR 名古屋駅に併設されている複合施設、駅ビルである。地上18階建ての低層部と、高さ200メートルを超える2つのタワーからなる、超高層ビルである。建物の高さは、オフィス棟、 245.1メートル、地上51階建ての方が高いが、階数はホテル棟226メートル、地上53階建てが多い。春工寺は名古屋市で最も高い建造物であったが、現在は、東ビルの南東に位置するミッドランドスクエア247メートルにその座を譲っている。晴天時には、岐阜県の岐阜城や三重県の御在所竹などからでも、 その姿を見ることができ、名古屋のランドマークとして人気スポットになっている。かつては期間限定ではあるものの、名古屋の民放ラジオ局が共同運営するサテライトスタジオがあった。2010年6月23日には、瀬戸デジタルタワーから送信されている地上デジタルテレビ放送の難視聴を解消することを目的として、 NHK 名古屋放送局とテレビ愛知がそれぞれ名駅中継局を開局した。郵便番号は郵便番号450から 60XX がビル専用に設定されている。エレベーター数、旧駅舎の老朽化1937年、昭和12年に竣工した名古屋駅旧駅ビル、老朽化により1990年、平成2年に 基本構想が発表される。名古屋駅周辺の線路も敷地として含めて申請し、本来の名古屋駅の敷地面積では建設不可能な大規模なものとなったため、建築許可をめぐり問題とされたが、最終的には政治力で認可された。当初の計画では、ホテル棟60階、オフィス棟57階、地下7階、延べ床面積45万メートル、 ホテル客室850、百貨店店舗面積9.5万メートルであった。このようなツインビルにした理由は、コンコースの下にはすでに地下鉄桜通線が通っていたために、その部分に深い基礎を打ち込むことが困難であったからで、ある。運営会社の設立1992年、平成4年内に、ホテル業務と百貨店会社を設立。当初は、 百貨店部門は株式会社、松坂屋が支援の予定であった。旧駅ビル解体1993年、平成5年12月2日、同年10月に営業を終了した、旧駅ビルと東海旅客鉄道、JR 東海本社ビルを解体開始。建設開始1994年、平成6年、解体終了に伴い建設を開始。並びに、 ビル運営会社を設立。百貨店運営協力会社決まる、株式会社、松坂屋の支援断念に伴い、他の支援先を探し始める。その後、1996年、平成8年から1997年、平成9年までに株式会社、高島屋が協力、出資に合意、会社名が株式会社 JR 東海高島屋に決まる。 東場から各施設オープンまでバブル期に構想されバブル崩壊後に竣工し一時はその成功が疑問視されたが竣工後はデパート、オフィス、ホテルとも人気で名古屋の商業中心として名駅をえと並立する地位に押し上げいわゆる名古屋摩天楼の先駆けとなったビルでもある一部では高島屋効果との言い方もあるがこれは 地方から一番行きやすい百貨店と JR が宣伝した影響もある。低層階は JR 名古屋高島屋一部東急ハンズからなる。15階から18階は名古屋マリオットアソシアホテルの共用施設とスカイストリートが入居しており、19階以上の高層階はオフィス棟とホテル棟のツイン構造となっている。オフィス棟最上部には展望室があり、 東海旅客鉄道、JR 東海本社、大西建設名古屋支店、三菱商事名古屋支社、株式会社全日系名古屋支所など多くの大企業が入っている。ホテル棟には名古屋マリオットアソシアホテルの客室が入り、最上部にはレストランとスカイバンケットがある。51階、最上階にある展望台、パノラマハウスは2005年、 平成17年10月2日に一旦営業を終了した。その後 JR 名古屋高島屋がエステ、ワインバー、カフェなどが連なるパノラマサロンとして改装し、再オープンしている。また、大名古屋ビルジングの建て替えによる取り壊しに伴い、同ビルにあった大名古屋ビル献血ルームが2011年10月8日にオフィスタワー20階に移転し、新たに 献血ルームタワーズ20としてオープンした。名古屋中央郵便局9局舎、後の、同局名古屋駅前分室店舗の再開発に伴い、名古屋駅前分室の悠々窓口、支所箱機能が、同分室から分割される形で、当館15階に設置され、同局、現在は、名古屋西局タワーズ内分室となっている。なお1階には、当ビル春光寺より、 タワーズ内郵便局、2015年12月9日までが所在していた、現在は、旧名古屋駅前分室の仮店舗跡地に移転し、名古屋柳橋郵便局となっている。オフィスタワーに割り当てられている、固有の郵便番号は450から60、XX、XX は階層、地下、階層不明の場合は450の6090。 オフィス構想用エレベーターパノラマサロン直通エレベーター、どちらも三菱規制は最高分速360メートルであり、チューブ1の速度である。現在はミッドランドスクエアや名古屋ルーセントタワーにも同じ速さのエレベーターがある。テナント量の関係上オフィスを撤退する企業も少なくはない。しかし同時に入居する企業もあるので、名古屋の経済状況を表す一つの例としても、 考えられている。完成当時、高さ245メートル、また、延べ床面積416,565メートルという規模は、駅ビルとしては世界最大であったため、世界一大規模な駅ビルとして、ギネス世界記録に登録されていた。しかし、現在では、ギネス社による定義の変更により記録が取り消されている。同社では、 ギネス記録の見直しを定期的に実施しているが、JR セントラルタワーズの記録を見直す際、百貨店など多数のテマントが入居していることに着目し、当ビルは駅ビルではなく複合ビルであるとした。記録の更新ではなく取り消しという形で変更されたため、現在のギネス世界記録には、世界一大規模な駅ビルという定義の記録自体が存在していない。なお、 2012年12月頃には近鉄が大阪安倍野京駅の安倍のハルカスを世界一高い駅ビルとして記録申請を検討する動きがあったものの登録には至っていない当ビルの記録取り消し時期が不明なめ2012年12月時点で当ビルが記録を保持し続けていたかどうかも定かではない開業した2000年以降毎年クリスマスを含む年末年始には タワーズライツと呼ばれるビルの壁面を利用したイルミネーションを行っていた。2003年まではコ戸ベルミナリエに似たデザインだったが、2004年にデザインを大幅に変更した。以後も徐々にデザインを変えていき、末期は白色 LED を多用したシンプルなデザインとなっていた。ライツプロムナードと解消された2010年にはタワーズテラスでのイルミネーションのみ実施。 壁面装飾を中止した理由として、名古屋ターミナルビルの建て替え工事で、バス停が道路上に移転ることに伴い、周辺道路の混雑を回避するため、バスのダイヤの遅れを防ぐためとしている、二0 1年十一月十四日、放送のスタイルプラスより、また、二0 1年以降の六年間は、名古屋ターミナルビルの建て替え工事に伴いビル壁面のイルミネーションを中止し、 2017年に再開する予定としていた。だが、翌2011年に東日本大震災が発生。原発停止に伴う節電強化に伴って、同年の開催は中止となったが、これ以降もイルミネーションは実施しておらず、事実上2010年で終了した。蒸気工事が完了した2017年からは、隣接する JR ゲートタワーと共に、 クリスマスイルミネーションを開始したが、かつてのタワーズライツに比べると、イルミネーションの規模は大幅に縮小した。開業前の1998年年末から1999年正月に、かけては一部の部屋の照明を点灯させ、外から98、99と見える演出を行っていた。特に1998年の大晦日には、新年のカウントダウンと同時に、 98から99へと表示が切り替わる演出も行われている。NHK 名古屋放送局とテレビ愛知は、瀬戸デジタルタワーからの電波が届きにくい、名古屋市の南西部をカバーするため、JR セントラルタワーズに、地上デジタルテレビ放送専用中継局を設置した。NHK 名古屋、総合、教育、テレビ愛知、NHK 名古屋、総合、 教育、テレビ愛知、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。